福井城は、現在の福井県福井市大手にあたる、越前国阿蘇和郡北野省の地福井にあった城。本丸の石垣と堀が残るが、二の丸、三の丸はほぼ消滅して、市街地化している。形式は平城。本丸と二の丸の縄張りは、徳川家康によるものとされる。江戸時代には、福井藩主越前松、平家の居城、城下町として栄える。 なお、本項目では、福井城が築城される以前に同地に存在した北野省城についても合わせて記す。前身となる北野省城の追記年代は不明だが、南北朝時代には、現在の福井市北野省、田板垣町付近に城郭が存在したようで、日本城郭体系11巻は、福井藩主、松平義国の命で、 教法5年に編纂された、越前国古城跡並び館や色石の記載を引用して、これを、延元3年、建務5年に、南朝方の新田吉貞に対抗して、北朝方の柴高爪が築いた、城西軍、明日は七条の一つに数えている。その後、黒丸城に寄っていた、朝倉忠し家の子、朝倉来家がこの地に館を築き、 北野省浅倉家の拠点となったという。織田信長配下の軍勢によって浅倉氏が滅亡した後、信長は越前支配のために浅倉氏旧神の前派長年を市城谷の守護大に任じた。また、明智光秀、橋場秀吉、滝川和正の三名に自らの意志を伝達する役割を持たせ、北野省の浅倉影行の館に配置した。 簡易な前線基地か、取り出程度のものであったと推定されている。後に、信長は越前49万国を、柴田勝家に与えた。北野商城には、柴田氏が、天正3年に築城した、柴田氏北野商城と、その後地に、結城氏が、慶長6年に追記、または改築した、結城市北野商城とがある。現在見られる、福井城の遺構は、 有気氏によるものである。柴田氏北野少女と有気氏北野少女との関係について、柴田氏のものを、有気氏が改築したもの、柴田氏のものの後に、有気氏によって、全く別の城として築かれたものという解釈がある。現状では、前者の調査がほとんど進んでいないため不明である。そのため前者と後者を区別しないこともある。2017年4月6日。 俗に本百名城に選定された。朝倉市の滅亡後、越前を支配していた一行一騎を閉店した、功績によって越前国北野章を与えられた柴田勝家が1575年に自らの縄張りによって築城を開始する。城は、明日和川と吉野川が合流した位置に築かれ、堀の一部に明日和川を使用していたと推定されており、 天守は七層構造で、安土城に匹敵する王きであったと伝えられている。宣教師のルイス・フロイスが1581年に北の省を訪問した時の記録があるが、それによると、城及び他の屋敷の屋根が、すべてことごとく立派な石で吹かれており、その色により一層城の美観を増したとある。この石とは、城にほど近い安和山で産出される。 尺谷ニ石のことであり、現在発掘調査で見出された、柴田時代の石垣は、尺谷ニ石であるし、北の省城と、ほぼ同時期に勝家の養子、柴田勝豊によって築城された、丸岡城の天守も尺谷ニ石星の石瓦で、吹いている。また、町の規模が、安土の2倍ほどもあること、勝家によって安和川に加強された99橋についても言及がある。 しかし1583年4月の北の少女の戦いに、勝家が敗れ、妻、死と共に自害すると城にも火が放たれ、建造物もほぼ全てが消失することになる。勝家を攻め滅ぼした、橋場秀吉が、戦後間もない1583年4月25日に、毛利氏の重臣、小早川高影に送った書簡には、城中に石倉を高く築き、 天守が九十であった旨の記述がある。柴田氏が滅ぼされた後先行により、若狭領主の庭長秀が越前を加造され、上主となった。その後、堀秀政の領地となったが、堀氏は、間もなく、越後に天保された。その後、1599年に秀吉の親族である、青木和則が、北の少女を21万国に封じられたという記録が、残っている。 福井城本丸復元図はや、鶴瓶整備後の福の意。なお、福井市は、これに、北野省の、北を掛け合わせデザインしたものを1925年に、師匠と制定している。福井城の石垣天守大河原五門本丸の、正門辰宮屋倉本丸の南東隅、松平市農場1600年に家康の次男である、結城秀康が、 関ヶ原の戦いの先行第一位ということで68万国で北の省を廃領すると翌1601年9月には治療割を実施し築城に着手した1604年に秀康が松平氏を名乗ることを許され名実ともに五家門の居城にふさわしい城となる要全国諸大名のお手伝い武神で約6年の歳月をかけて完成する 完成した城は、東が新堀川、南は、明日和川、北は、加賀口、前田市までの2キロメートル四方に及んだ。本丸には良い5階の天守が建てられた。柴田市の北の省城の跡地に、結城市によって新たに、北の省城が築城されたため、現在では、柴田市の遺構を見ることはできない。1993年から6度にわたるの。 発掘調査の結果、本丸の推定位置である、柴田神社の地下から、石垣の跡と思われる石が出土したが、本丸の正確な位置を完全に特定するまでには、至っていない。1624年に、福井藩第三代藩主、松平忠政によって、北の字が、敗北にあたり不吉であるとして、北の省から、福井に改名され、さらに後に、福井と改名される。 解明の経緯に関しては、諸説あるが、一説には、北の省城内にあった、福の井という井戸にちなんで解明されたと言われる。1669年に天守が消失し、囲碁犯罪性の悪化や幕府への配慮などから、再建されることはなかった。幕府から再建の許可がおりなかったとの説もある。本丸北西宮に天守桑と天守台の二段の石垣をついて、 暴老型用意5階の天守が建てられた。高さは、天守台も含めて、約37メートルにも及んだ。白漆喰塗り米の外壁仕上げで、最上銃には、外回りエンコーランと西面に高等破布があり、現名大阪城天守に見られるような配置に破布が、並べられていた。1669年に消失した後は、同じように衣装した、本丸南西隅の二重。 辰ツミヤを三重に再建し天守の代用としている。古写真では複合式防漏型で一重目と二重目の窓が上下にあることから三重五階のヤグであったと見られている。石垣の積み方は天守台、大手門、ヤグ台、偶角部等の重要な部分は切り込みは犠牲で、その他の城壁は打込みは犠牲である。また、王船が波立っているが、 布のつもるである。福井市小山谷町で産出した尺谷石を用いている。石垣の構築には、あのお席で有名なあの州もを携わったことが推測される。国員が多く認められるが、石垣武神に携わった、繁華カ神や石膏集団の工事分担などを行うため選たれた記号と考えられている。現在は残っていないが、石垣の中に、 印で入り口が複数あった。明治維新後、1871年、福井藩は、福井城の解体を政府に願いで、旧城地は1873年陸軍省の管轄となったが、旧藩士たちが1879年同地を借り受け、開墾を進めた。その後、1890年、松平茂明は、福井城跡を買い戻し、1893年、 松平安志祖により、球場内に農業試験場、松平市農場が設立され、1921年、金津駅東の細野木村山室口へ移転するまで続いた。現在、外堀は埋められているが、内堀、石垣、天守台などの遺構が残り、本丸跡には、福井県庁、県会議事堂、県警察本部などがあり、公園としても整備されている。 石垣の一部崩壊に関して、これら施設の重量のせいではないか、と議論されたことがある。本丸御殿の一部は、随玄寺本堂及び書院に移築されている。また、天守台のそばには、福の井という井戸が残っており、この井戸が、福井の御源由来となったという説がある。この井戸の水は、常時定量より減らなかったことから、福の井と名付けられ。 これが城の名前を経て判明の福井になったと言われている。この井戸には場外へ通じる抜け道があるとの言い伝えがあり、過去に調査がなされた。福井市安は五丁目の明日は山陸にあるテル山。水源寺は第五代、第七代藩主、正親とその母親の高寺市民の墓所である。事典に従い1991年に調査された結果、 この寺の本堂と書院が、福井城、本丸御殿の移築以降であることが判明した。幕末の1860年、御本丸の御正座式をもって、本堂を再建すると自伝にある通り、後世に増改築されてはいるが、福井城、本丸御殿の図に見られる1831年に14代、聖書が造営した御正座式と呼ばれる建物と一致した。 また併設されている書院は、同年同時に作られた、聖書の制裁、朝姫のための御殿、大奥御座の間であることも、建材の牧書などから確認された。また、三の丸に存在した、東照宮の唐門が、堺市春江町本堂にある観能人に移築されたが、1948年の福井地震により倒壊。 一部部材を欠損したものの、大部分の部材は、当時の様式を保ち現存する。なお、現在は、倉庫にて保管されている。県とデザイン戦略の一つとして、福井城と周辺の歴史史跡などを整備し、史跡の保全や、市民の憩いの場としての整備が進められている。2008年五郎家橋が復元された。屋根と壁のついた木造の橋である。 2017年福の井が整備された。井戸の石積みや、井戸枠を、福井地震前の大きさに復元。また井戸の上屋や鶴瓶を新たに設置。2018年山里口五門が復元された。櫓門と胸角で小さなマス型を形成する、珍しい形態のマス型門である。石の瓦屋根というのも珍しい。総事業費は、約8億5000万円。 2017年11月、工事が完了し、内覧会が行われた。1910年8月に、福井城跡の農業試験場、松平市農場で撲殺された、犬科動物が、日本最後の日本オカミであったとの論文が、発表された。だが、この個体の標本は、福井空襲により消失したため、最後の例と認定するには、学術的には、 不確実である。福井城拒否本丸跡に、福井城拒否がある。松平安志宗兼備徳川家里天学、三島中秋戦、岩屋十六垣、堺八重門国。1900年に、半祖、結城秀康の入府三百年を記念して建てられた。福井城の遠隔と半祖の徳島を記す。ありがとうございます。